入社当時の私へ。デロイトは手を挙げればたくさんの成長の機会があります。あなたも監査法人での経験を生かして新しいチャレンジの場をデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーに求め、 M&A アドバイザーとして挑戦を始めます。入所したばかりのあなたは自分の能力を高めることが優秀な専門家だと思っていることでしょう。しかしいつかあなたも気づくことになります。自分一人の力では限界があることに。でも大丈夫、安心してください。その気づきがさらなる成長のきっかけになってくれますから。私は今いろいろな価値観や文化的背景を持つ人たちと同じチームで働くことの楽しみを感じています。ようこそデロイトトーマツへ。監査法人の方で4年半ぐらい勤めさせていただいたんですけど、その経験を生かしてお客さんの側に寄り添って頑張った分だけお客さんが笑顔になるような仕事をしたいと思ってファイナンシャルアドバイザリーの方に移動しました。私たちはアドバイザーですので、あくまでも縁の下の力持ちなんですが、自分が手掛けた M&A 案件が新聞の一面を飾るとすごく大きな仕事をしたなという気持ちになります。私の思うプロフェッショナル像というのは、お客さんから信頼される姿、マインドとしては私の座右の銘でもある守破離というものを意識している人なんだと思います。例えてみると、会計基準、こういう決まりがあるんですけど、こういう決まりというものを守るというフェーズから、その基準について解釈をするというのは破るというフェーズだと思うんですね。で、最後の離れるというのは会計基準を作っていく。ただその本質になるものは企業にとっての企業の活動というものを正確に帳簿上に表現するという本質があるからこその守る、破る、離れるの3つがあるんだと思います。そういったことを考えられるプロフェッショナル、常に本質は何かということを追求できるプロフェッショナルになろうと思って、守破離というものを私の座右の銘にしています。